俺は未だ人と人ならざる者の世界が分かたれてはいなかった。古の物語、国を守る聖騎士たちは絶大なる魔力を有し、恐れ敬われた。だがその中で国を裏切り、全聖騎士を敵に回した者たちがいた。人々は彼らを七つの大罪と呼んだ。七つの大罪、待望の映画化。ここってもしかして、悪な魔人族を封じた3000年前の封印がもうすぐ解けてしまう。このままじゃ天翼人は全滅するんだ。天翼人は全員生贄にならなきゃいけないの。ここは僕たちに任せて。自分たちの里くらい自分たちで守るわ。俺は天空宮を守りたいんだ。俺様の実力はとうに実界など超えておるわ。みんなの力を一つに。劇場版七つの大罪、天空の囚われ人。8月18日全国ロードショー。第3弾特典付き前売り券、7月13日発売。